皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄大阪線平日ダイヤ、1日1本だけ運行されている鳥羽行き快速急行の行き着く先についてお送りいたします。以前の動画で2022年12月ダイヤの鳥羽行き快速急行についてご紹介しましたが、果たして2024年3月変更ダイヤではどうなっているのか、実際に乗車して確かめてみたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。大阪上本町駅の時刻表、平日ダイヤのものを見ると、19時37分発に鳥羽行き快速急行が運行されています。果たしてこの電車一体どういう動きをするのか、乗車してみましょう。電車は8両編成。6番乗り場、鳥羽行き快速急行が8両編成で参ります。危険ゲートから黄色の電車ブロックまでお下がりください。後ろから3両目と4両目は栄光新車両のようです。ぜひ乗ってみましょう。それでは出発です。
上本町から乗車すること47分、灰原に到着。この駅では松阪行き特急が先に出発。さらに進みます。
青山町に到着。この駅で後ろ4両を切り離し、ここから先鳥羽までは4両編成での運行です。切り離し作業をしている間に名古屋駅特急火の鳥が通過していきます。大阪上本町から乗車すること1時間44分、伊勢中川に到着。名古屋駅急行と連絡してさらに進みます。松阪では名古屋から来たこの駅止まりの急行と連絡。
大阪上本町から乗車すること2時間27分終着の鳥羽に到着。乗ってきた列車の方向幕は回送と表示されていました。そして車内の照明が消え扉が閉まりました。向かいホーム4番乗り場に停車している賢島行き普通電車と連絡します。その後列車はこれまで進んできた方向とは逆に内山田方へと移動していきました。果たしてどこまで行ったのか。直後に出発する伊勢中川行き普通電車に乗車して移動します。
乗車すること12分、五十鈴川に到着。向かいホーム4番乗り場にいる電車は、紛れもなく先ほどまで乗ってきた鳥羽行き快速急行だった列車。しかし車内の照明は真っ暗なまま。ということで、大阪上本町19時37分発の鳥羽行き快速急行は、鳥羽に到着後五十鈴川まで回送し、翌朝の運行に備えるという動きになっていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでやってほしい企画や、乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。